はい、どうもコツさんです。ドッカンバトルね、ついにダブルドッカンフェスが来たので回していこうと思いますが、まあこっちのねゴジータ、スーパーサイヤ人4のゴジータがまあ狙いで、まあイシェンロンの方はねおまけで引いていきたいと思いますが、まあ140分の1ですね、相変わらず。おいきなり虹の黒髪でちょっとね風邪をひいちゃったみたいで声が変だと思うんですけど、はいはい、いきなり、あ、おお、技の方ですね、技の方のボタンです。はい、これもう貫突してたと思うので残念ですけど、あ、これは新しいサードですね。一体だけかな。さあどうでしょう。さあピックアップがね出てくれましたけど、ピックアップ7体のうち今回欲しいのは地属性のゴジータと、まあ、今回のスーパーサイヤ人4のゴジータですね。その2つが、はい、ですごいですね、なんか180個買えるのを2個、あっても370個の石になったので、これでねなんか一気に終わってくれたりするといいんですけど、20連目、まあ30連ごとに1回10連がついてくるのでそれなりに安い感じですけど、20連目は、はいはい、早速爆死ですね。はい、じゃあ行きましょう。30連目早いな。ドッカンバトルガチャのね石の減り方のペースが尋常じゃないので、はいはい、ここまではねゆっくりなんですけど、この後がもうタップしまくるあっという間に終わっちゃうので、ハード率も高い。おお、え、パンブーキンか、パンブーキンがピックアップじゃないですね。はいはい、30連続で2回目かな。おお、あ、体属性の方だ。これあとルート2個で貫突だったと思うので、まあ良かったです。いや、 120% リーダーもねそれなりに出てるので、ジャネンバとかいなかったですね。はい、なかなか微妙な、あ、黒髪どうでしょう。おー、割れた、確定ですね。40連か、こんぐらいまで来てくれてしないかな。おー、もしでといいですね。いや、なんかねドッカンフェスは100連ぐらいで来ても意外と早い気がしちゃうんですけど、それ100連ってね 3万円とかなのかな。おお、地獄戦のゴジータ、ありがとうございます。これ欲しかったんですよね。まだルート1個しか開けてないので、右下しか多分開けてないので、これで左上も開けれるので、まあ、2体かぶってくれれば、まあ、とつるのにはまあね、石潜在覚醒の石も足りないので、さあ、これで50連目かな。オーバーしてる数で分かるようにしてあるんですけど、さあ、ゴジータが先に出てくれてよかったです。もう4のねベジータ出たらもうそこで終わっちゃうので、ベジータじゃないですね、ゴジータ出たら終わりなので、いやー、おー、また違う、ヘドアールもいないのでね、ドッカンフェスは新キャラをいかに早く、おお、また体属性の、これでもう貫突かな。はい、体属性のゴッテンクスも、まあ、ピックアップやっぱ出ますね。はい、なんか 10% が出てる気がするな。はいはい、確定は今回なしかな。もう虹あったのでいるかな。さあさあ、来ないですね。アールの音多いな。おお、はいはい、ありがとうですね。はい、まあ SSR1 枚出たのでまあいいでしょう。さあ次行きましょう。無料分があるからなんか石のヘリで分かんなくなってきました。150個減ると1回無料ですもんね。さあさあ、はいはい、こ
この新 SR、 あーあれまたパンプキン、パンプキンピックアップじゃないですよね。ああ、この S 弦のこれも貫突してなかったので良かったですけども、これで貫突かな。意外とやっぱりいろんな S 弦がかぶりまくるので、まあ多少ハマるのはいいですね。多少ですけど。さあ3個、なんか新しい SR も見慣れてきましたけど、ああこれもピックアップだったかな。フュージョンですもんね。フュージョンのやつだからがピックアップされてましたね。おおすごいすごい、余っちゃったかな。ゴデンクス対属性のゴデンクスも出た時あんだけ欲しかったのにな。天使悟空とね、この対属性のゴデンクスは意外とすんなり弾けたやつなので、あんまり変な思い出はないですけど。さあ右のサタンから、ああセットセーブになっちゃいますね。さあさあさあ、これで最初に10連してて350個ぐらいか、ん360個1周買ってるんで、多分20回おまけがついてくるんで、これ終わればちょうど100連で終わるのかな。早いな。ネイルネイル、ちょっとこの360個追加で終わんないかな。厳しいな。さあそうですね、これでちょうど100連終わりになりそうですね。早いな。345第2次から柔らかくてなのに、さあこれで100連で来てくれればかなり勝ちなんですけど、ピックアップはなんか対属性のゴテンクスよく来てますけど、それ以外はあんまり。ゴジータも一体か。ダブルドッカンフェスの割にはちょっとピックアップがあんまりね、ミオクダウンロードネスと並行してるからだと思いますけど、あんまりいいピックアップじゃないなと今回思ってるんですけど、はいはい、まあピックアップ一体出ましたけど、これで終わりかな。はい、100連終わっちゃったかな。じゃあしょうがない、課金していきましょう。セールの石、はい買っていきます。はい、じゃあ100連終わってさらに40連分追加ですね。いやー恐ろしい。はい100体オーバー、そうですね100連終わってます。じゃあ110連目いきます。そろそろ来ないかな。はいはい、はい、本当にまだ一回も僕シェンロン見てないですね。確定のシェンロン本当に見れないな。どんだけ回してるんだろうっていうぐらい回してるんですけど、まあ、みんなもなんか1回とか2回しか見てないって、まああの課金者で言ったらヒョウさんとかもあまり見てないみたいなので、そんなに出ないんでしょうけど、どんな確率なんだろう。はいはい、爆死か。はい、じゃあ110連目いきましょう。140で出ないかな。 SSR の確率自体はそんなに悪くない感じがしてますけど、いやーあのシルエットが出てくれればねいいんですけど。うわ、ちょっとパンプキン、これピックアップみたいな、もう3体目、え、ピックアップじゃないよね。ピックアップ外がこんな被るか、なんだろう、なんか設定違うとかないかな。はい、じゃあ130連いきます。はい、黒髪だってどう、こんぐらいシンプルだと割れるんじゃないかな。あ、ありがとうございます。ちょっとね、0個で黒髪は意外とね、はい、割れる感じがしますけど、なんかポット1個とか2個振って黒髪だとそのまま何にもなく
バックしのぐ時が多い気がしますね。おお、はいはいはい、左ですね。うわー、もともとなんか作業はできない。おお、また体属性か、もうやばい。ピックアップすごい出てますけど、これ同じのがかなり、いやー、これがハマってもきついな。はい、じゃあ140連目いきましょう。さあどうだ。おお、なんかこっちのトランクスよく出るの、一緒に出たやつはあんまり出てないんですけど、はいはい、ピックアップ外がちょっと確率よく出すぎてるかな。まあでも体属性のゴテンクスは確かに出てます。はいはい、さあ150連いきましょう。これで次無料かな。はい、おお、ないか。150じゃないか、160連になるのか。これで150、次無料じゃないですね、まだね。やばい、爆死っぽいな。やはり危険、やはり、いやーちょっときついな。いやーちょっと150連して、これで160連目か。はい、無料ですもんね。はい、いきます。40連の4セット目ですね。はい、いやー意外とね、なんか早く引いてる人も動画見る限りいたので、意外とすぐ来るかなとか思ったんですけど、やっぱ人によりますね。はいはい、160連でも出ないか。まあ確率通りといえば通りなんですけどね、これぐらいでくれば。うわきつ。はい、ちょっと SSR なんか最後の30連ぐらい出てないんじゃないかな。トランクス、あの技属性のトランクスが最後って、うわそうだ、あそこから出てないですね。でも160連で17体か出ているので、まあ、160円17台なので確率よりは出てますね。はい、ただちょっと後半ひどかったので、いやーどうしようかな。なんか動画撮ってるとね、あんまり出てない気がするので、動画外でハマった時はね、動画外でちょっとワンセット動画を撮らないで回してみようと思います。ピックアップにファンブーキングとかいないですよね。いないいないいない。これも出てる出てる出て、あー、力属性のゴジータも出てないな。ピックアップの中で出てないやつがやっぱり2体いますね。確率は 10% の 5% ですね。うん、140分の1ですね。まあちょっと回し、もう少しあの回していこうと思いますけど、ちょっとワンセットだけ動画なしで撮ってみたいと思います。はい、じゃあ特感フェス、ちょっと動画をね撮らないで引いてみたんですけど、150個石が、まあ、追加して180個買って50個減ってるような感じな、150個減ってるので30連でプラス10連でやってみました。まあ、40連ですね。で SSR だけ見ると、はい、でこの、ね、トランクスがさっきちょっと一番最後でプラス40連で5体出てくれてですね、ピックアップが出た中に、まあ、最後のね、全部でこれで200連したことになるんですけど、190連目で出てくれて、最後の無料ガチャで、まあ、このゴッド孫悟空が出てくれるという、まあ、取ってないとあっさり出るんですよね。取ってる間はなんかなんだろうな、読まなんか何かが分かってるのかもしれないですけど出ないんですよね。なんかこの録画外だとあっさり出るっていう、40連で出ちゃいましたね。なのでまあ動画を撮らなきゃ出るんであれば動画撮らないで引きたいんですけど、まあ、ゴジータも1体かぶってくれて、まあ、体属性のとゴテンクスはもうとんでもない量出て、ね、この技属性も1体かなという形で、ピックアップがね意外と渋いので、なぜかこの
ファンブーキンが3体出てるのがちょっと気になるところですけど、ピックアップ外でこんなに出るのかな、ちょっと不思議な感じですけど、まあ無事出てくれたので200連で1体目出てくれたので、この後極めの方のね極属性の方行ってみたいと思いますが、イーシェンロン何連で出るのか、まあ動画撮ってる限り出ないんじゃないかと思うんですけど、まあ動画撮りながらやっていきたいと思います。じゃあ一応超属性の方はこちらで、ご視聴ありがとうございました。